そうそう。私、自由民主党の東京都連の会長を預からせていただきましている関係上、招致議連も東京都連の中に作らせていただきまして、これまで活動を続けさせていただいてきたところでございます。昨晩のアテネでの第一次選考によりまして、東京都が1位の成績で2016年のオリンピックに正式にノミネートされたということを受けまして、ぜひ超党派で議員連盟をお作りいただきたい、各党の皆様方にご賛同を得て八会に結びつけていきたい、今日は準備会ということでお集まりをいただいた次第でございます。そういう立場で選挙に全力を挙げることを思い出します。その経験を生かしながら、もっともっとこれは進めるとまたもっと大きな問題を抱えております。昨日の議長要求4つも候補に決まったようでありますので、なおもう一つ最後の一つになるまで全力を挙げたいというふうに思っています。関東ですね、ゆうべ第一予選に通過したわけでありますけど、これは本当にもうまさにね、登山口でありますね。これからがですね、まさに至難の道だと思います。今回のですね、技術評価になるものは表に出てるですね、既存の事実というものを相対的に評価する形で出てきた、格付けだったと思います。これはもう率直に言って、来年の10月の最終の決定にはほとんど私は、ほとんど、全くと言いましたけど、ほとんど意味を持たない、これからのですね、戦いが実に大変でありまして、次の時代を担う若い皆さんにもそういう感動を味わっていただくために、このオリンピック何が何でも実現するように頑張っていきたいと思います。ご苦労さん。